アニポケ界ではかなり珍しい。喋らない背景モブの一般ニャースです。本当？実は喋れたりしない？小次郎見ないうちにだいぶ変装のスキル上がったな。トレーナーがデビルマンみたいなポーズしてんな。やめてくれ、肌が青く見えちまったじゃん。立ったり座ったりしてると喋りそうな気がする。四足歩行になってやっとこれ喋らないやつだってなるけど、なんだかんだ普通のニャースも割と二足歩行するからな。もう今にも喋りそうでそわそわする。これが刷り込み。25年の年月のミーム汚染は世界一のポケモン暴風。にゃ喋らないはずなのに喋りそう感すげー。若干まつげが長い気がする。メスかな。きちんと観測するまで喋るか喋らないかの可能性は同等。シュレディンガーのニャース。喋ったりしないし長靴履いたりもしてないニャース。ニャースを一般ポケモンとして見られなくなってしまった。何？ニャースとは喋るか長靴を履いているのではないのか。喋れないニャースの違和感よ。喋らないニャースなんかいるわけないだろ。そばに不思議種がいるせいで余計にそう見える。ギター持ったら歌いそう。青い静かな夜には。おいら一人で哲学するのにゃ。もうね、アニメ版キャラデザが喋ってるよな。ゲームグラや他の半券絵じゃ声は聞こえない。これが時代の重みか。ニャースミーム。それはさておき、今日もあんちゃんが可愛いママになってほしい。進化のエネルギーを使い果たしてまで二足歩行を体得したロケット団のニャース。実はニャース界の落ちこぼれだったのか。ニャースの基本が四足歩行で二足歩行が困難なのは旧アニポケ設定。進化のエネルギーがどうのとか言ってるが、R 団のニャースは一般的なペルシアンよりめちゃくちゃ強いので進化できないことはあんまり足かせになってないと思われる。よく見たらこのニャース顔でかくね。もうあれは一種のリージョンフォームじゃないかと思ってる。人を話せるようになったは確かに、異なる環境に適応したといえばそうか。ニャースホリウッドの姿か。マジな話テラパゴスとか事情知りすぎなのが昨日の回だけでもわかるから。喋れるというかポケモン語翻訳ができるやつが気軽に出てくるとバランス崩壊してしまうのはそうね。というかスピネルとアゲートさんあたりは放っておかないだろうから、そういう意味でも出てこない方がいいから困る。四足歩行してなさそうな感じがある。だから四足が基本なのはアニポケ設定だっての。一般ニャースに四足歩行してそう感があるのは進化するとペルシアンになるからだと思う。ゲームで四足歩行してたのはハートゴールドソウルシルバーの連れ歩きくらいだっけ。二足歩行するのかな。劇場版のゲストポケルカリオとか一部の伝説系アルセウスとか以外で通常の野生ポケで人を喋るやつってロケット団のニャースが最初で最後。隣の男子と比べるとニャースってでけえな。もう一回りくらい小さいイメージある。それはそれとしてスレガのアンちゃんかわいい。アニポケ界では珍しい喋らない一般ニャース×世にも珍しい喋るニャースを数年前まで毎週見る機会に恵まれていた。